ゴージャスは日本のピン芸人。ネットタレント。福島県いわき市出身。サンミュージックプロダクション所属。身長165センチメートル。かつてはデンナーシステムズに所属していた。元教師で校長も経験している厳格な両親のもとに生を受ける。福島県立いわき高等学校出身で理系クラスに在籍。 吹奏楽部にてトロンボーンを担当、2年時には全国大会に出場、3年時は副部長を任せられる。ただ、本人は吹奏楽部での活動は心よく思っていなかったと言い,い、卒業時には辛い思い出を捨てるように自分の楽器を学校へ寄付してしまっている。進む学校に通っていたが大学に進学せず、代々木アニメーション学院声優タレントコースへ入学。 卒業。いきなり東京に行くことにおじけづいたため、埼玉県の大宮港に通っていた。その後は、俳優として上京し、その際に所属していた、事務所の社長が、お笑い好きだったために開催された、事務所内でのお笑いライブに出場して優勝。劇団で、誰が取ったかわからない笑いよりも、ピンでやって、良いのも悪いのも自分だし、滑ったら自分が悪い。 それが気持ちよかったという思いから、お笑い芸人としてやっていくことを決めた。ただ、親が、元教師であったため、がっかりされることを嫌い、お笑い芸人でやっていくことを話さずに活動。活動開始から9年後、爆笑レッドカーペットのコーナーにて親へ、お笑い芸人をやっていることを報告することとなった。サマーソニック2006-2007エアギター選手権、出場。 都内を中心にお笑いライブを主に活動を続け、2007年からは本格的にキー局のバラエティ番組へも出演。2010年6月、地球の歩き方大使に就任し、7月にはダイヤモンド社より地震発の著書ゴージャスの地球の学び方を発売することが公式に発表された。2010年10月、テレビ愛知で初の冠無理レギュラー番組、 5、ジャスでナイトの放送が開始される。2011年3月いっぱいで電ナーシステムズを退社、同年4月にサンミュージックプロダクションへ移籍。2012年11月10日、自身の誕生日に一般人女性と結婚。アップバンクの動画出演などゲーム関連の仕事も多く、2014年には YouTube にてゲーム実況動画を専門としたチャンネル。 ゴージャス動画を解説した。またガンダムブレーカーモバイルというアプリゲームでナオすけと対決するときは負けることが多く、その度拗ねたりごねたり大騒ぎしたりする大人げない一面がある。ゴージャスという名前はロックバンドザイエローモンキーのゴージャスという楽曲が由来である。ゴージャスのままではネット検索に引っかからないためを入れている。キャッチコピーは 泣く子も黙る、宇宙海賊。ドクロのマークが入った黒い帽子と、左目に黒い星型のメイクを施し、白塗りをした顔が特徴。キャラクターの設定として、正式名は、キャプテンヘビーゴージャス、出身は、アンドロメダ三丁目であるという。また、ゴージャスは7人いるということになっていて、キャプテンヘビーゴージャスはその中の一人であるという。 ゴージャスとしての活動とは別に、ロイヤルセレブリティというフリーのコンビとしての活動も行っていた。ここでは青い髪が特徴の毒なしとして、ゴスロリピン芸人くれないなしと共にゴスロリ風の衣装で出演している。また、エアギターのパフォーマンスを行うことでも知られ、サマソニ2006及び2007のエアギター選手権へ出場したり、 エアギタージャパン2006の日本決勝大会では第10位を記録している。2010年末頃からは宇宙海賊キャラの他に魔界プロゴルファーのダイナマイトデビルゴージャスというキャラクターにも奮して演じている。趣味は映画鑑賞で好きな映画としてベルベットゴールドマイン、ヘドウィグアングリーインチ、バットマンシリーズを挙げている。また、その映画好きが高じて 2010年10月より、テレビステーションのウェブサイト上に、ベルベット、ゴールドシネマという映画紹介コラムの連載を開始した。特撮好きでも知られ、特に、平成仮面ライダーシリーズの熱狂的大ファンであり、それらのフィギュアやグッズの収集を趣味としており、その熱心なマニアぶりの様子は、2010年7月放送の、プッツまでも紹介された。 特撮専門誌、宇宙船でコラムの連載をしている。ジョジョの奇妙な冒険やガンダムシリーズの熱狂的大ファンでもある。カレーライスが大好物で、ブログ等にも頻繁にカレーライスの画像がアップされている。30代後半の頃からカレーは胃に来るため日本そばなど好むようになる。パズルドラゴンズをリリースして間もない頃からやっているなど、 ゲーマーとしての一面もあり、前述の動画投稿につながっている。主に、ショートコント。地球儀を用い、国名や地名をダジャレに使ったオチに持っていく。激しく足踏みしながら、地球儀を両手で回し、ダジャレに使った国名や地名を探す。見つけ次第、地球儀を自分の顔の右側に持っていき、右手人差し指で指さして、ここ、か、ここ。 と叫ぶと言って、バハマを指し、だと思ったろと言って、あえて伏線を回収しないこともある。なお、2007年以降のテレビ出演の際は、国や地名は、正確な位置を指している。主な決め台詞に、君のハートに、レボリューション、ファンタスティック、などがある。ダイナマイトデビルゴージャスのキャラクターの時には、 主に様々なストーリーの中に乱入するというネタで、その中で、ゴートゥ h e といって、ゴルフクラブを振るパターンがある。また、ギャグ、ギャグギャグ流星群、といって一発ギャグを披露するパートも設けている。この時は、地球儀を使わないで進行している。宇宙海賊は四つ目のキャラであり、最初は、31世紀から来た、ロックスターという設定で、 デビッドボーイ風のビジュアルだった。地底人のスーパーモデル、落語の和風キャラを経て、現在に至る。テレビアニメ劇場アニメゲームその他のテレビ番組。ありがとうございます。